代表、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はなんかユニットバスにいらっしゃいますけど、何をするんですか？今日はユニットバスの中で水垢、石鹸カス、金属汚れ。うわ、トイレやばくないですか？お風呂場？あ、水垢すごい。え、これを？これを今日徹底的に掃除します。徹底的に行きますか？はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まず何をするんですか？まずダイソーさんで買ってきた正式炭酸ソーダを作って。これで矢に落ちるんですか？はい。それは何で、なんていう名前なんですか？噴霧器。おお。どれくらい落ちるかですね。100円でセスキ炭酸ソーダ、とりあえず全部使って230ミリリットル、2.3リットルのお湯で溶いたわけですね。そう、ここでいきますか。じゃあ次はマジックでいってみますか。泡が黄色くならないからあんまり落ちてる感じしないですね。この壁のところなんかすごくわかりやすいです。これ、うん、汚いのかな。あ、ここ落ちますね。だんだん落ちてきましたね。本当？結構こすりましたね。こすったね。サボッタリングとバブルーンっていう2種類用意されてますけど、入れるだけでバブルーン。はい、いきます。お次はキッチンハイターを入れるんですか？キッチンハイターを入れます。なんか滴ったような跡がありますよね。下取った跡もあるんですよ。30分くらい経ちましたね。トイレオープン。落ちはしないけど、さっきよりが良くなってるのかな。流してみますか、これ。じゃあって。それ流さないで擦ります。なんか落ちなそうだな、これ。いいのかって言ったのかな。何ですか、それ。ガラスビーズ輝きマジック。陶器専用でしょ。陶器。あ、確かに便器って陶器ですよ。はい。なんかこう押し出し、はい、ボール、まんべんなく。はい、サンボール。次はスクレッパーで。そう、でも取れるな。あ、取れるけど意外と固定だ。あ、綺麗になっていきますね。なってる？なってます。綺麗になってますよ。探しますよ。はい。綺麗になりましたね。クリーニングして綺麗になったら、タバコの焦げ跡が目立つようになっちゃったから、タバコの焦げ跡をヤスリで。ヤスリ本当ね、ダメなんだけどね。うん、まず洗いやすか。確かに光沢がなくなっていきます。そう、光沢がなくなっちゃうんですよね。まあ、削ってますからね。削ってますからね。便座よりかは代表考えてきました。代
3時間か4時間、3時間くらいかかりましたかね。3時間3時間かけてお風呂場とトイレ、ユニットバス綺麗になりましたね。綺麗になりました。いろんな洗剤使ってみましたけど、やっぱり今日はキッチンハイターさんがあれですかね、頑張ってくれた感じですか。なんかキッチンハイターって改めてよく落ちますね。そうだ、やっぱ匂いとかきついから、一般の方が使うときはよく換気していただいた方がいいですよね。ですね、換気は大事です。あと手袋ですね。今日この手袋ずっとしてましたもんね。ああ手袋必ずしてください、はい、あとは混ぜるのは危険なので。そうでした。間違いなく、酸性系と塩素系を混ぜちゃダメです。ですね。今日は綺麗になったんで、はい、これで終わります。はい、ありがとうございます。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。